の役コナミンことただこのみです。宇津木ゆき役ゆりちゃんこと山岡ゆりです。私たちうさぎさんチーム選抜舞台でーす。はーい、ゆりちゃん、いやー、いよいよね、5人組でやってましたけども、ええ、2人回しが始まってきました。どうもゆりちゃん安心するまあ今回はね初回ということで、うん、ゆりちゃん&好みでやっていきますけど、いいですねなんかコーナーもねいろいろリニューアルされた、うん、そうなんですよ。そうなので、ね、ちょっとドキドキね、楽しみなんですけども、ね、まあ世間ではなんとゴールデンウィークがあったらしいですよゆりちゃんめっちゃ目見てくるね他人ってなんてこと会話するのに目見ないでどうやって喋るの、ね、いいと思う、すごい、すごいいい人、いい人感じる、ね、ゴールデンウィークね、なんかしたゴールデンウィーク。ゴールデンウィークは9割仕事で、まあそうよね、1日だけ友達の舞台を見に行って、はいはいはい、あのね、私ミュージカルが大好きなんですよ。あ、そうね、好きね。そうそう、知ってたっけ、うん、知ってた。そう、大好きなので、うん、その友達の舞台もあんまり何するかよく分からず行ったんだけど、うんうん、ミュージカルだったの、どういうこと、それミュージカルどういうことだ、ミュージカルだったの、ミュージカルだって分かって行ってたんだけど、いいえ、あ、分かんなかったの、何をするのか全然分からないんだけど、あ、友達が見たら、見に行ったらミュージカルで、うんうんうん、なんかすごい一人のね、うん、こうあのベテラン女優さんがすごい五光が差してて、うんうんうん、ソロ歌ってらして、うんうんうん、あんな大人になりたいわって見てた、そんなゴールデンウィークいいね、ミュージカルやっぱいいよねなんか好き、力をもらえる、なんだろう、芝居もそうだけど歌にも力があるから、そうそうそう、なんて素敵な人たちなんだろうってすごい思うよね、わかるよ、いいゴールデンウィークだったね、ありがとう。なんかこの質問書いてあるところにさ、うん、なんか私たちの職業はそんなゴールデンウィークなんて関係ないじゃないですか、ないよね、だからなんか嫌がらせかなと思って仕事に決まってんじゃんって思いながらなんか、でもなんか世間一般ではやれば10連休とかできたらしいですよ、うん、9連休とか10連休とか、なるほどね、前後休み取ってとか、そう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 、だからね、旅行なんて行きたい放題ですよ、海外行けちゃうね、そうそうそう、だからいいなって思いながら、海外行きたいな、なんかアニメ業界の人も少しは休んだ方がいいと思うの、私、あ、でもそれは思うよいやもうみんな倒れちゃう、なんかね、うん、正月3連休くらいだよね、なんかもう年末年始くらいしかね、うん、そう、だからこういう日もね休んでほしいなと思いながら、私も休みたいなと思いました、働いてたんだね、はいそれじゃあそろそろ始めましょう、はい、ガールズ&パンツァーラジオ、うさぎさんチームまだまだ訓練中、せーの、パンツァーフォー。この番組はバンダイビジュアルランキズガールズ&パンツァー制作委員会の協力でお送りします。皆さんからのメール紹介、それでは番組に届いたメールをご紹介していきましょう、はい、まず1枚目、救急力 GT さんさんからいただきましたありがとうございます、ゆりさん、このみん、こんにちは、こんにちは、最強のコンビですので楽しい話題期待しています。ゆりさんの暴走もあるとなお良いです。4月29日大洗で特幕上映を見てきました。2回、情報解禁が OK になったので上映の流れを説明しますと、まず杉山 P 岩波音響監督ほか、いつものグダグダトークが15分、その後上映60秒前からカウントダウンで最後のパンツァー4で上映開始、上映終了後ありがとうお笑いと表示され、最後はキャノン砲の炸裂です。すごい、すごい大笑い愛に満ちた上映でした。最終章も楽しみです。生ボコもいましたということで、わすごいね、すごい、ありがとう大笑いなんて終わった後に表示されたら愛感じるよね、愛感じるよね、すごいかっこいい、グダグダトークが15分もなんかもうすごいね、わかる、想像できる、いつものやつね、すごいね、カウントダウンとか、こうなんだろう、みんなでカウントダウンとかするとさ、すごいワクワク感増すよね、すごいよね、ね、やっぱり映画でないもんね、カウントダウンすることとかさ、なんかすごい一体感あるよね、ね、キャノン砲だってよ、
最後に。すごい。でもポコがいてくれたって。ねえ。あ、なんか、うん、でもツイッターでその情報流れてきて。あ、本当。そう、なんかポコさんと誰かが、ツーショットの写真とかがあって、なんかすごい遊園地みたいな楽しさがあって。私さ、生ポコまだ見たことないんだよね。私もない。そうだよね。あら一票はさ、会ったことあるけど。何回かあるね。生ポコがないんだよね。どこに生息してるんだろう。わかんない。みんな大洗にしかいないのかな。そんなことないと思うんだけど、いつか私たちも生ボコ会いたいですね。会えるかな。会えるよ。言っとけばね、夢は叶うんだ。ボコ会いたいな。会える、会えるよ。ボコ会いたいな。会いに行きましょう。おー、なんか見て、なんか大人の今グッドサイン。じゃあ生ボコ待ってまーす。会いに行きまーす。はい、続きましてペンネーム宮城のハッキュンライダーさんからいただきました。ありがとうございます。コナミンさん、ゆりちゃんさん、訓練お疲れ様です。ありがとう、ゆりちゃんさん。ゆりちゃんさん初めてのパターン来たわ。私はコナミンさんってあんまり言われないな。ね。そしてうさぎさんチーム、まだまだ訓練中、復活おめでとうございます。ありがとうございます。以前のラジオ CD でコナミンさん、ゆりちゃんさんの番組を聞き、うん、もう一度ちょっと突っ走った感じ、過去笑いのトークが聞けるということで楽しみにしております。そんなことしたっけ。まあ前ねやったもんね、二人でね。訓練中のラジオを聞いて和み、そして思わずクスッとしてしまう笑いをいただき、今では私自身の癒しのバイブルとなっています。ありがとう。ちなみにコナミンさん、ゆりちゃんさんにとって癒されるものがありましたら、うん、ぜひ教えてください。ちなみに私は、うん、カリナちゃんのアイアイアイなところで癒しをもらっております。かっこ笑い笑われてんじゃん。かっこ笑い。おありがとう。そう、うん、それでは最後に最終章に向けてうさぎさんチームのさらなる活躍を期待しております。はーい、いいですね。ありがとうございます。笑われたけどありがとう。じゃあ言ってあげなよ、癒してあげな。行くよ、宮城の発見ライダーさん、はいやいやい、スペシャル。何がスペシャルだったの。わかんない。癒しパワーを込めたんだね、今の一撃にね。すごい込めた。いやもう、うん、癒された。ありがとう。すごい癒された。なんか癒されるもの、私はね、うん、スマートフォンに課金するのがすごい癒される。それはどうなんだい。いや、なんかストレス溜まった時に、うん、スマホに課金するとすごい、はぁっていう。買い物でこう、すがすがしい。あ、そんな感じ。なんかやる人のね、うんうんうん、気持ちみたいな。そう、なんか、それをスマホでデジタルマネーにした感じ。うん、すごい笑顔で言うけど。いや、最近すごいイライラすること。ストレス社会だからね。ストレス社会。あとはね、なんかこう、歌、やっぱ歌ってる人を見るとすごい癒される。うん、自分が歌うんじゃなくて。そう、歌ってる人を見るとなんか力をもらえる。あー。まあ ね、動物とかもありますけど、なんかね、癒されるのって。ありますね。やっぱなんか元気をもらいたくなるんだよね、癒さ。そっかそっか、癒しと共に元気をいただくというね、感じなんですね。好みは？私はなんだろうな、癒しはね、それこそ、うん、私、ブサカワイイものが大好きなので。あー、好きねー。小人さんとかね。そうなの、ね、わかる。すいませんね、うんうんうん、なんかいっぱいキモいキモいってんだけどね。あれほんと可愛いんだよね。はいはいはい、はい、なんかあの子のお尻を撫でてる時とか、うんうん、皆さん分かる方はね、コピットを図鑑で調べるといいと思います。そうするとね、コナミが何を言ってるのかよく分かる。ピンクのピンクの小人ちゃんが大好きなんですよね。あれは可愛いよ、うん、そんなんとか、うん、そうだな、うん、ストレス社会頑張ろう頑張ろう、みんな頑張ろう頑張ろう。はい、じゃあモビルジャケットさんからいただきました。ありがとうございます。ぴょんにちは。じゃあ先日キャラソンが出ることが発表され、うん、ついにキャラソン推しのゆりちゃんの声が届いたかと前のめりになりましたが、うん、今回はうさぎさんは入ってなくてがっかりしてるところかと思います。ゆりちゃん声のトーン、はい、しかしご安心ください。第1弾は先輩を立てたけど、次回はうさぎさんチームがフルメンバーで歌うことになるはず。はず。そこで質問させていただきたいのですが、うん、お二人はカラオケは得意な方ですか？また採点機能を使ったりしますか？ぜひお聞かせください。かっこちなみに僕は音痴なので、簡単な歌で頑張っても90点超えがやっとで、ね、おい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 、いつも出だしの音を外してしまうのでアドバイスをいた
ただきたいですという自慢が入ってきました。そうですね、90が超えればよくない？いや全然いいでしょうが、90なんてね超えませんよ普通。もうね外してると思ってけど外してねえよ。大丈夫だよ。私ねカラオケダメなの。あ、そうなんだ。なんか自分が歌うのやっぱなんだろうなんだろうなんだね、なんだね、プレッシャーが、プレッシャーがカラオケにプレッシャーを感じてしまい、うん、あの歌うことができる。だから人からは行くんだけど、あ、はい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 、みんなで行くことがちょっと苦手。ああ、ゆいちゃん、はい、私も一緒なんだけど、どうしよう、全く同じなんだけど、プレッシャーを感じる。そう、プレッシャーを感じて、そうだよね。やっぱなんかさ、大人数で行ったりとかすると、うんうんうん、こう歌う曲とかもさ、そうそうそう、こう場を乱してはいけないとかいうさ、心配したりとかさ、そう、なんかさ、声優さんって歌が上手い人多いんだよね。いやもうみんながみんなそうだと思わないでほしい。うん、時にはね音だって外すことがある、リズムだって外れることがある。そうだ。でもみんなはパーフェクトを望んでくる。お、カラオケという場でね。そうだ。だから嫌だだからお仕事とかで歌うのは全然好きなんだけど、うんうんうん、こうプライベートでカラオケに行くのがちょっと苦手。やっぱね人からって楽だよね。だって盛り上げなくていいんだもん。わかる。 何やってもいい。だってさ、うん、みんなで行ったらさ、前の人の選曲と被らないようにとかさ、なんか今日は今ワイワイな感じだから、なんかね、そういう感じかな、バラード歌ったらちょっと場違いかなみたいなさ、そうなんだよね、ちょっとね、あるもんね。でも一人だと採点機能たまにやる。うん、あ、ほんと？なんか一人だとさ、うん、何を目指したらいいかがわからないから、確かにね、全国採点機能とかやって、こう戦ったりしてる。え、点数はどんぐらいいくんですか？まあ、よくても90何点なんで。ここにも、ここにも村に自慢してくるやついるんじゃん。ごめんね、じゃん。マジか。マジ？みんなそんな行くもん？私やったことないんだよね、採点機能。なんかテレビとかでさ、こう最初は静かに出て、サビでわーっと大きくしてて、なんかいろいろ、なんかいろいろあるんですよ。あれ。テコ、権利。テコ技術がある。テコ、うん、そう。カラオケ。テクニック、テクニック。テクニック、そう、テクニック。いや、分かってくれてるね、やっぱね、スタッフさん。こんだけ長い間に。なんかね、神の声が聞こえてきたんだよね。ありがとうございます。なるほどね。あー、そうですか。いや、楽しんでください、みんなはね。そうですよ。そんなね、気使わないでカラオケなんですからね。それがいいよ。うん、盛り上がって。はい、続きまして。ペンネーム。レピシエアットペンギンさんチームさんからいただきました。ありがとうございます。多田さん、山岡さん、ぴょんにちは。ぴょんにちは。ちょっと気を感じるよ。初めてお便りさせていただきます。ありがとうございます。今年はラジオの復活、最終章第1話の上演など、ガルパンファンには嬉しい情報が目白押しですね。いや、目白押しです本当に、うん、さて話は全く変わりますが、 お二人は、はい、友人などで旅行に行かれるときに、はい、旅のしおりは作成されますか、うん、ああ、なるほど。または身近に作成されるご友人はいらっしゃいますか、うん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 、自分は旅行自体も楽しみなのですが、そのために計画を立てたり旅のしおりを作成することが大好きです、うんうん、ああ、便利な人だ。声が悪いよ。あ、ちょっと今口が悪かった。こら、素晴らしい人だ。素晴らしい。過去大笑いには2回訪れさせていただきましたが、2回とも旅のしおりを作成していきました。簡単なタイムスケジュールなどがあると行動も取りやすいですし、おすすめですよ、うんうんうん、それでは季節の変わり目で体調を崩しやすい時期になってきました。ご自愛ください。ありがとうございます。 PS、はい、一応こんな感じということで1回目の旅のしおりを添付してみますね。おお、旅のしおり作ってきてくれたの。おお、来た来た。あら、すごい。イラスト好きじゃないの。すごいな、細かくちゃんと書いてある。文章とともになんかさ、これさ、仕事でもらう時のスケジュール用に似てるんだけど、なんかタイムスケジュールがちゃんとキャラクターたちもいるし、戦車もいるし、すごい、あの仕事感を感じる。あ、しかもちゃんとペンギンさんチームのなんかタイムスケジュールなのか、これすごいね。いや、ここまでかっちり書いたことはないな。これなんかさ、スタッフさんになったらさ、うん、すごい使えそうな人だな。いい働きをするよ。ちゃあと優秀な人だね。ね、優秀な人だ。すごい優秀だ。わ、すごいわ。すごいよ。え、作る？ゆりちゃん。いや、ここまでね、うん、細かくは作んないけど。ざっくり作る？ざっくりは作る。もともとどこ行きたいとか、やっぱ限られるじゃん、時間も。うんうんうん、だから目星はつけて、うん、全部把握はするようにするね。そう。持ち物とか、そのどこ行くとかは、だいたい1日目にここ行って、ここ行って、ここ行くとかの、あの目星はつけるかな。そう。でもこんなにね、
仕事みたいなスケジュール感は組まない、空気刻みな感じだもんねこれね、すごいな、すごいね。いやただはねこれはね、真似できないっすね。やる？全くやったことがない。あ、じゃあやってもらう？作ってきてももらわない？そういう経験もないかも。あ、ほんと？周りあれかな、ルイ友って雑な人が多いのかもしれないな。じゃあさ、どっか行くの決めないで他の地方に行ったりするってこと？なんかね、一応ネットとか、なんか本とかでここ行きたいっていうのは考えるけど、だからって言ってこう、じゃあ今日はここ行こうとかじゃなくて、なんとなくここ行きたい、ここ行きたい、ここ行きたいみたいな。あ、そうなの。ざっくり決める。あ、そうなの。それで、でも意見がね、まとまるんであればそれで別に。あ、そうですね。ね、やっぱ一人ではあんま行かないでしょ。あ、でも結構一人旅好きなんだよね。あ、そうなんだ。まあ人と行くときに作りやすいよね、しおりはね。こういうことやるよね。そうだよね。一人で行くとき作ってたらえらい、えらい気合入ってるもんね。あ、すごいいいもの見た。私も今後はこうやって作っていきたいと思います。楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、皆さんからのメールをご紹介しました。 I just be my real I just be my shine それに目ざわい。それではここで一曲聴いていただきましょう。ガールズ&パンサーテレビシリーズのオープニングテーマ曲です。チョウチョさんでドリームライザー。知れたい夢だって最初から分かってた。昔な風に何度傷ついても太陽に手を伸ばす。指先のレゾナンス瞬きの間も感じたくて根拠なんていつも から始まりました。小松美香子のフリフリ作戦。私丸山咲役の小松美香子がスタジオにいるメンバーが行うフリートークのテーマを振ります。フリートークのテーマを振ります。お気づきですか？フリートークのテーマを振りますということでフリフリ作戦ですね。さあそれでは早速発表しましょう。今日のフリートークのテーマはファミレス。これからはここが先ゼリフゾーンになるということで本編よりいっぱい喋っちゃうぞ。はい、ということで早速、フリートークのテーマはファミレスということで、ちなみに私がファミレスでフリートークするとしたらですね、そうですね、私絶対ファミレス系に行って欠かせないのはもうサラダバーがある場所はもうチェックしますね。サラダバーがあるファミレスはもう全部店舗チェックして、あ、今日この仕事の合間にここの駅行けるからここのファミレス絶対寄るぞみたいな、そういうスケジュールの組み方をするぐらい好きです。あとね、ファミレスにあの昆布茶があるファミレスがたまにあるんですよ。優秀ですよね、さきちゃん的にはね。はい、ということでこのテーマを送ってくれたゆうやさん、ありがとうございました。以上、小松美香子でした。それじゃあフリートークをパンツァー4。はい、ということで、ありがとうございます。ファミレスですってよ。あんなにサラダバーを愛してる方だったね。いや、まさかこんなにね、ファミレスに愛がある方だとは。すごい勢いで語ってらっしゃったけど。けどはぁ、はぁ、なるほどね。まあじゃあやっていきましょうかね。はい。よし、それでは、テーマはファミレス。フリートークしていきましょう。好みはファミレスよく行く？あんまりね、実は行かないんだよね。行かない。そう。
どういう時行くの？なんか近くに住んでるね、結構仲のいい女友達がいて、その子と帰りが一緒になった時に夜中に行ったりとかする。夜中のファミレスね。そう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 、確かに24時間やってるとこだあったりするもんね。そうなの、ありがたいよ。わかるわかる。そうで夜中に行って、友達はなんか、雑炊とかスープとか飲んでて、私はミックスなんちゃら、ミックスなんちゃらミックスフライとかなんかそういうの食べてる。美味しいよ、夜中のファミレス。私もね、専門時代、学生時代にすごいよく学校が終わった後行ってて、なるほど。やっぱドリンクバーがあるからずっと入れるんですよね。でもやっぱ頼まないと申し訳ないっていう気持ちがあるから、だからこうサラダ食べて、メイン食べて、デザート食べて、喋りながらね全部これやって、また振り出しに戻ってしょっぱいの食べて、甘いの食べての繰り返しをすごいしてた。エンドレス。エンドレスだからね、学生時代は8キロ太りました。うわお、そのせいですごい、やっぱずっと食べてられるんだよね、喋りながらだから。週何日？いや、ほぼ毎日行ってた。おお、もうやばい。8キロ太りますわ。太る。だから入れちゃうんだよね、ファミレスってね。でも確かに学生の時のドリンクバーは神だよね。神だよね。もちろん今でも神ですけど。いや、もう神だなって。もう今でもね、やっぱ一人でよく行くことが多くなった。あ、でも確かにそうだね。なんか、あんまりね、大人数では行かないね。そうそう。台本チェックとかも、ファミレスっていう環境下がすごいやりやすくて。それはなんかわかる気がする。ね、家より集中できるから。うん、なんか家にいるとゴロゴロしちゃうんだよね。そうそう。だからね、すごいよく使わせていただいてます、ファミレス。確かに。ありがとうございます。どうも、でもサラダバーはあんまり私行かないんだよな。ドリンクバー。ドリンクバー、ドリンクバー最高だぜ。無理くり。まあ、ドリンクバー最高ということで、まとめさせていただきました。はい。はい、それでは以上、小松美香子のフリフリ作戦でした。ガールズ&パンツァーラジオ、うさぎさんチーム、まだまだ訓練中。うさぎさんたちの対決ミッション。番組タイトルがうさぎさんチーム訓練中から、うさぎさんチームまだまだ訓練中になって、毎回演習として対決ミッションを行うことになりました。対決は毎回スタッフが独断と偏見で判定、勝てば1ポイントゲット、10ポイントゲットすると素敵な商品がもらえるそうです。本当もらえるの？もらえるって書いてある。これくれなかったら。見て、大人たちがうなずいている。嘘つきですからね。よし、頑張るぞ。素敵な商品をね、かけてね。まあ、商品がかかると私たち強いですから。そうなんですね。ぶら下げられると頑張るんだよね。そうです。餌があると頑張れる。ね、皆さん分かってきてるわ。はい。ということで、それでは今回はどんな演習をするのか発表しましょう。はい。今回の対決ミッションはこちら。ブリブリ作戦。ブリブリ作戦とは、2人がスタッフに出されたお題をどれだけブリッコに可愛く読めるかを競うミッションです。それで1人3回やっていきたいと思いますわよ。はい、全然ブリッコから遠くなってきて大丈夫ですか？大丈夫。大丈夫か。アイドリングしてっから。あ、そっか。こっからこっから。さっきすごい喉の調子整えてたもんね。そう、アイドリングしてもういい感じなので。バッチリかな、バッチリかな。じゃあ先行方向決めましょうかね。どうしようか。もうじゃあ勝った方ね、じゃんけんで。はい、最初はグー、じゃんけんチェキ。アイコです。アイコでパー。パパ、アイコ、アイコでしょ。コナダンが勝ったので、コナミ成功です。はーい、はい。それでは、じゃあ、ゆうちゃんいくよ。早速もう始まるよ。楽しいね。始めるよ。いいよ、やってけ、やけ。それでは、私、タダが、挑戦します。駆逐戦車、エレファント。やばい、引き笑いごめんごめん、ちょっと待って引き笑いが入っちゃった。なるほど、あーなるほど、こういう感じ、こういうことか。あ、こういう感じ。あーなるほどなるほど、わかりました。あー、はい、この言葉をか。なるほどなるほど。あー、じゃあ次、お、ゆりちゃんが何かカードを見て何か、あ、なっちゃった。カール、自走救歩。いいんじゃない？いいんじゃない？楽しい。
すごいあれですよ皆さん、ゆりちゃんね、言うとき私の目をすごい見てくるの。いや何言うのかなって楽しみ。はい、いい感じよ。いいよ。よし、行くよゆりちゃん。はい、それでは、ただが2個目挑戦いたします。はい、女子自然界。あー、これはいただきましたね、私。これはいただきましたね。もう悪いけど、これは私いただきました。超新地旋回。あのね、濁点つきすぎでしょ。これ可愛く読むコーナーだから。あれだよ、困った時の仮な読みだよ。あ、そうか。いや、今のはちょっと違ったな。じゃあ、山岡行きましょうかね。はい。稜線手劇。稜線射撃。いや、もうこれあざとさ。これはわざと間違えたっていうあざとさです。嘘だね。あの顔は嘘だね。いや、もうこれだって嫌なんだか嫌なんだかちゃんと書いてくださいよ。相当難しい。相当文句言ってない。ゆりちゃんのね、の文句キャラがね、言ってないよ。うわ、これ文句言ってない。あれですか、一人三回ってことは月が最後。あ、最後だよ。あ、最後か。わーわーわー、さあ行くぞ。さあ行くぞ。カードが回っている。カードが止まった。はい、これで行くぞ。ほほほー、なるほど。あいあいあい。これずるくない。持ちネタじゃん。持ちこれ。じゃあやばか。はい。ほんとバカだな。はい、どうでしょう。これさ、最後のカードさ、逆に取ってたらさ、お互いの言い合ってたってこと。確かに。それはそれでそのパターンもあったんだね。やってみる。やってみる。やってみる。はい。いや、私ね、カリナのね、真似とか。え、これ、あ、真似でいけばいいかな、じゃあ。いいよ。よし、じゃあ、ただが、ゆうきのセリフをやります。はい。ほんと、バカだなぁ。まあ、ニュアンスはそうだね。似てる似てる。ありがとうございます。私得意だから。ありがとうございます。カリナやります。あやや似てるでしょ。濁点つければいいんでしょ、濁点。あ、なるほどね。ちょっと今ディスられたよね。ブリブリ作戦だよって怒られた。ブリブリ作戦。確かに、ちょっと攻撃し合いすぎたね。ちょっと戦いすぎたね。うん、ちょっとよろしくない。平和に戦おう。いやー、どうなのこれ、どうなんだろう。これ。まあね、スタッフさんも結構判断が難しいところだと思いますんで。そうですね。それじゃあ判断してもらいましょう。スタッフさんお願いします。ゆりちゃん。おめでとうございます。ありがとう。あー、2対1だったって。私に入れてくれた一票は誰かしら。いやでも2対1だからちょっとね、ストレートでいけなかったのが私ちょっと悔しいな。志。いや、もう3対0で勝ちたかったから。すごい。あ、いや、でもありがとうございました、ゆりちゃん。いや、楽しかったですので、あの、はい、次回の人も頑張ってください。頑張ってください。はい、さあ、これからも戦いは続きます。10ポイントゲットして素敵な商品をもらうのは誰なのでしょうか。以上、うさぎさんたちの対決ミッションでした。ここで一曲聴いていただきましょう。ガールズ&パンサー3層ミニアルバムより影山博信さんで Go for it。 決して諦めないんだろう。最後の最後まで戦おう。7.5センチの手法がどんな困難でも打ち砕く。回せ誰狙え影。未来向けて照準合わせ発射しろ。ワークホースかけろワークホース。どこへだって行けるはずさ。乗り込もうワークホース。
お別れの時間になりました。はい、ここでガールズ&パンツァーからのお知らせです。お知らせです。ガールズ&パンツァー最終章は全6話。うん、第1話は12月9日土曜日に劇場上映する予定です。皆さん楽しみにしていてくださいね。年末だよ。年末だよ。行くんだよ。行くんだよ。ガールズ&パンツァー劇場版ブルーレイ &DVD が好評発売中。発売している中、劇場公開もやっています。静岡県のシネシティーズアートにて6月3日から9日に上映されます。はい、皆さんぜひ足を運んでくださいね。はい、続いて CD のお知らせです。6月21日水曜日にキャラソン CD をリリースすることになりました。おめでとうございます。西住美穂 CV 藤上舞、西住真帆 CV 田中理恵、カチューシャ CV 金本久子、西絹代 CV 瀬戸麻美、島田アリス CV 竹達彩奈の新規キャラソンほか全9曲収録予定ですということでよろしくお願いします。はい、今年もガルパンがユニフォームスポンサーを務めていますサッカー J2 水戸ホーリーホック。次のホームゲームは明日5月13日土曜日14時からの横浜 FC 戦です。はい、相手は現在首位とのことで負けられませんね。そして5月21日日曜日14時から徳島ボルティス戦もあります。はい、共にケーズ電機スタジアム水戸で開催。ガルパンとのコラボグッズも発売中なので皆さん応援に行きましょう。以上番組からのお知らせでした。ほい、いやあっという間に終わっちゃってしまいましたよ。ゆりちゃんただは今汗だくだよ。気温もね最近暑くなってきたもんね。そうですね、20度後半ですよ。暑くなりましたね。いやーなんかやっぱ新コーナーがあるとね盛り上がりますわ、ね、私たちも頑張りましたので。いや次回からの皆様も頑張っていただかないと、うん、すごい楽しい。次回は誰がやるんですか？次回はですね、うん、5月の26日金曜日に、はい、竹内ひとみちゃんお茶と明菜ちゃんで、なるほど2人ですね。頑張ってもらってください。頑張れ。いや楽しいからこれもう2人にもね楽しんでもらいたいですわ。そうだね。いやすごい楽しい。私めっちゃ好きですこのコーナー。このコーナーっていうかこの番組。みちゃんは何でも楽しめる子だね。めっちゃ好きです。楽しいね。これからも頑張りましょうね。はい、あ歯医者もなんかやれって書いてあるよ。はい。はい、歯医者なので読みまーす。この番組では私たちへの質問などメールを募集しています。インターネットラジオステーション温泉のホームページの中にあるガールズ&パンツァーラジオうさぎさんチームまだまだ訓練中の特設ページにあります投稿フォーム、またはうさぎ@onsen.ag へ送ってください。皆さんからのメール待ってます。あらかわいい。やるよ、ゆりちゃん帰るよ。かわいかった。どうもありがとう。次やるとき圧勝ですよ。好みブリブリ頑張る。頑張って研究する。うん、それでは、はい、ゆりちゃんどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。どうも。はい、はい、それではそろそろお別れしましょう。次回に向かって